ミスタイムさん、こんばんは。速稼塾の久保です。今回の動画もね、なかなか面白かったですね。特に最後の方で、なんですかね、このローラーですか、ローラーを開封して組み立てた後、こう実際やるじゃないですか。やった時のお腹の動きが本当に腹筋がグイッと動いてるのが見えてよかったです。すごくいいです。だから裸になってやるのっていうのはグッドですね。で、こうやったらもっと良くなるよっていうのが1点ありましたんでお伝えしたいと思います。それはですね、タイトルのミスター M チャンネルっていうのの後の本編のミスター M さんの声ね、それからアマゾンの、そうなんですかね、購入動画の声、この声のトーンが大きくなったり小さくなったりするんで、この声をね、ずっと最初から最後まで一定のボリュームにするように、ちょっと編集の時に工夫してみていただきたいと思うんですよ。このね、実はね、声の大きさとか小さとかが変わるとすごく聞きにくくって、でボリューム大きくしたと思ったら、今度ね、大きい音声がバーンって聞こえてくると、今度また小さくしないといけないってことで、これはね、視聴者さんのストレスになってくるんで、こう光具合っていうかね、明度とか彩度っていうのはもうこれ結構いいと思うんですけども、声のトーンが変わるのはなんとか避けた方がいいと思いますんで、ここちょっとね、工夫してみてください。それでは今回は以上です。次回も楽しみにしてます。それでは。